数が前より増えてると思わない？なんだから稲荷様へお参りする人が増えてるってことか。 神社だ。
お侍、お頼みしたいことが。戦場で拾われるとは叔父上は何と言うだろうか。お侍、お頼みしたいことだ。どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。雲だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く今をよこせ。そんなものはない。嘘だ。今音が。ような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。
だ。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえども、まずは話し合うべきです。話し合うだと。それならば、なぜ俺を頼った。お許しを。私は直すことしか知らぬに、太刀は持てません。よし、跳ねのけろ。ちょっと、クスシさん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。カゴは空だ。ただの湯だ。藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。この本はここよりマシだろうな。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。
て池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。かけろ、トラ。野営は目の前です。大変だ、妻が。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、ハンゲさえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
猛虎は空から火を降らせ、妹の恩人です。感謝します。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。あの時対馬を離れておけばよかった。他の奴らを集めよう。ぶっ。を探すんだ。なんだ。どうせ猛虎が勝つ。侍は死。このままじゃ殺されるのを待つだけだ。本土にはやめて。仲たちがいるらしい。そんなうまい話がある。刀鍛冶をお探しですか。また来よう。そのたちが五分を運びます。鎧はお体に合ってます。さあ私にお任せください。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。
ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。一段とご立派になられましたね。
礼を言う。良い弓に勝る武具はございません。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。恐れながら素材が足りないようです、お侍様。酒井様、ご無事で。お言いつけ通り街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ、さらばだ。気のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな、言ったろ、望みはあるんだ。もう疲れた。このまま倒れて。太刀を鍛えて差し上げましょうか。鎧を整えてもよろしいでしょうか。もうこの刃は通しません。これ以上は鍛えられないようです。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。助かった。きっとあなた様を。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるには
まず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。殺せ。何者かが押し入ったか。なんとむごい。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。来い。
旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のムクロ、これは足立家の馬だな。死んで数日。雅子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。よし。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。
一族の眠る場所で。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない、死角が生きておる。死角に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では、私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。津島をお守りください。我らは味方ですよ。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。
Thank you.